山形と台湾を結ぶ冬の国際定期チャーター便の運航が始まりました。運航されたのは台湾の中華航空のチャーター便で、3月7日まで台湾桃園国際空港と山形空港を結びます。初日の今日は県の担当者や観光関係者らが集まり、ほぼ満席の便で県内入りした台湾からの観光客およそ140人を歓迎しました。10月から11月にかけて運航した秋のチャーター便の搭乗率がほぼ 100% と好調だったため、冬のチャーター便は秋のおよそ2倍の62便が運航されます。観光客は4泊5日の日程で山寺や銀山温泉など県内の観光地のほか、東北各県や新潟を回る予定です。雪が降らなくてやきもきしてたんですけども、台湾の方が、期待している山形の雪景色を楽しんでいただけることかと思っております。観光をきっかけに交流が進むといいなというふうに考えています。冬のチャーター便では最大4000人の観光客を見込んでいるということです。